皆さん、こんにちは。大学受験サポート医療系編やっていきましょう。担当は谷原翔でお送りします。こちらの動画から初めて視聴する方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介。こんな見てくれしておりますが、元看護師で私、医療従事者です。ですのでね、こちらの医療系編担当していきます。今日のテーマは、医療分野を目指す皆さんにとって避けては通れないお話、死にまつわるお話をしていこうと思います。テーマは、安楽死、尊厳死、そして自殺に関するお話をしていこうと思います。では皆さんに質問です。安楽死尊厳死という言葉聞いたことあると思うんですけど、違いって何ですか？説明できますか？もう答え書いちゃってるんですけど、よくね、安楽死尊厳死っていうのは、医療系の入試の小論文や面接で問われることが多いです。しっかりと違いを理解して、自分なりのね、意見を持つようにしましょう。で、自分なりの意見でいいです。これはね、別にどれが正しいとか正解はありません。価値観人それぞれなので。今日は安楽死尊厳死の違いをちゃんと理解して、自分はこういう考えだなってのをね、見つけていければと思います。安楽死ってのは、患者を苦痛から解放するために人為的に死なせる方法になります。大事なのは人為的にその人の命を奪っていることです。はあ。その人を苦痛からね、助けるために命を奪ってる。あ、優しいじゃんって思いそうなんだけど、今の日本では刑法第202条に該当して殺人罪になっちゃいます、これ。だから、ブッブー、やっちゃいけないんですね。いくらその人のことを思ってるからといって、命を奪っちゃうのは犯罪だよってことで、日本では認めてません。では、尊厳死はっていうと、ちょっと違って、延命治療を行わない。延命治療を行わないと命を守れない人っていますよね。その人に対して延命治療を行わない。そしたら、どんどん衰弱して自然に死を迎えてしまいますよね。これは、こちらから何か手を加えて、毒物とかを入れて死なせたわけではなく、何もしない結果死を迎えた。この尊厳死と言います。え、なんでそんなことするのっていうと、やっぱりさ、機械の力を使って延命治療をするんだけれども、やっぱ無理やり命を伸ばしてるから、患者さん本人も苦しいよね。動けないし、場合によっては激痛が全身に走ってたりする。そうすると、いや、こんな思いして、無理やりあと3ヶ月生かさなくてもいいですよと。もう痛みを取るのを優先して、あと1週間穏やかに過ごしたい。そんな考えの人もいる。その人のね、尊厳を守るし、ということで、こういった考えがあるんだなと。じゃあこっちは、日本で認めてるのかなっていうと、これはね、グレーゾーンなんですよ。法律ではやっていいよっていうね、明言はされてません。ただ、厚生労働省とかが取り決めてる尊厳死のガイドライン、ルールブックみたいなのがあります。それに則って、一応ね、実行はされてきていて、少しずつね、浸透してる考えです。だから、安楽死は NG、尊厳死は微妙って思っておいてください。で、この安楽死と尊厳死って違う言い方があるんです。医療系の入試では、その違う言い方で問われることもあるので、言葉が変わっても分かるようにしておきましょう。言い換え表現こんな感じ。積極的安楽死と消極的安楽死なんて言ったりします。積極的安楽死は先ほど述べた安楽死とほぼ同じです。致死性の薬物の服用または投与により死に至らせる行為。だから人為的に何かを行ってその人の命を奪う行為。日本では禁止されている。ただ一部の海外ではね、取り入れられてる、認められてる国もあります。消極的安楽死。これは先ほど述べた尊厳死とほぼ同じです。予防、救命、回復、維持のための治療を開始しない。または開始しても後に中止することによって延命をやめる行為。そしたら死に至るよね。だからほぼ尊厳死ですね。はい。こんな言い換えもありますよ。で、先ほど述べたんですけど、日本では認められてない積極的安楽死なんですが、世界では、例えば有名な国だと、オランダとかスイスとか、そのあたりの国では認められています。なので、条件を満たせば、本人が望めば、人為的にその人の命をね、奪うことが可能となっております。もちろんこれがいいことなのか悪いことなのか、人によって意見分かれるよね。あくまでも、その人が望んで、もう苦しみたくないから、この苦しみから解放してほしいから、私を死なせてくれ。いや、それでもダメだよって考える方もいらっしゃるし、仕方ないよねって考える方もいらっしゃる。どっちが正しい、どっちが間違ってるではないと思います。なので、自分はどっちの意見かなってのをね、明確にして、自分なりのね、意見をパッて答えれるように、受験までには準備しておくことをお勧めします。今話してきた、
安楽死と尊厳死に関係のあるね、医療系のキーワードを書いてみました。まあ、たくさんあるんですけど、今回2つに絞りましょう。一気にやってもね、頭こんがらがるので。DNAR、もしくは DNR なんて言い方もします。蘇生処置拒否。名前のまんまですね。終末期医療において、心肺停止状態になった時に、二次心肺蘇生措置を行わないこと。要は、もう末期の人だ。もうすぐ死を迎える方。で、その人がいざね、限界を迎えて、心臓止まっちゃった。普通病院では、助けるためにすぐに心臓マッサージとか行います。けど、それをしないでください。もし次心臓止まったら、もうそのまま私を死なせてください。処置はしなくていいよという意思表示ですね。蘇生処置拒否ってのがあるんだなと。へーと。まあ、まさにこれって尊厳死と関係性があるね。延命を行わないだから。うん。ただ、尊厳死との関係性が高いね。キーワードになってます。じゃあどうやってこれを言うか。心臓止まった瞬間に、あ、心臓マッサージいりませんとか言えるわけないので、もちろんね、その意識がはっきりしてるうちに自分の意思を表示します。その一つに、リビングウィルってのがあります。まあ、名前の通り、生きてるうちの意思という意味ですね。だからもし自分がね、意識がなくなって延命治療が必要な状況に陥った場合、もう死に直面した時に、こういう風に処置をしてほしい、しないでほしいっていうね、意思を残すことをリビングウィルと言うんです。こちらは聞いたことある人多いんじゃないでしょうか。このようにしっかりと関連性のあるキーワードも補充していけるといいですね。では、後半は自殺に関してのお話です。ちょっと暗い話ですね。さあ、日本って自殺者数って多いのかな？少ないのかな？減ってるのかな？増えてるのか？ご存知ですか？結構誤解してる人多いんですよ。日本の自殺者数はもちろん比べる対象によるんですけれども、先進国の中ではかなり多い方になります。かなり悪いです。例えば G7 の中ではダントツで悪いです。へーって。なるほど。だからなんとかしないといけないよねって言われています。じゃあ、どんどん自殺者数って増えてんのかな？減ってるのかな？こちらのグラフ。これね、警視庁自殺統計原票データから厚生労働省が作ってくれたものになります。はい。まあ見たらわかりますね。実は、大きく見ると減少傾向にあるんです。多分増えてるイメージ持ってる人もいたんじゃないでしょうか。ただね、2019年まで11年連続で減ってきていました。もともと3万人もいたのが、2019年には2万人まで減ったんです。ただね、2020年からちょっと増えちゃいました。まあなんでか。まあ皆さんご存知の通り、新型コロナウイルス感染症による様々な影響ですね。様々なお仕事に対する影響とか。なので、減ってきた2019年までは2169人。あ、もうすぐ2万人切れるよってとこまで来たんですけど、2019年の12月31日に中国で新型コロナウイルス感染症の第1号が発見されて、2020年には全世界に蔓延しました。で、その結果、まあ、病気だけではなくて、経済とか雇用とか、様々な影響を及ぼしましたね。で、結果ね、2020年は21,081人と、まあ、900人ちょっと自殺者数が増えてしまった。まあ、その流れで2021年も21,007人と、まあ、900人ぐらい。まあ、ほぼ横ばいなんですけれども、増えております。だから2019年に比べると、コロナ前に比べると、まあ、4.5% ぐらい自殺者数が増えてしまった。どうです？これを多いと捉えるか、少ないと捉えるか、人それぞれだと思うんですけど、皆さんが想像したよりは、大きく上がってなかったんじゃないでしょうか。まあ、日本の政府はね、まあ、自殺者数をね、増やさないために様々な取り組みをしておりますので、実は頑張ってたんですよ、日本って。へーと。一応グラフを見るとね、こんな感じで、そもそも日本では、男性と女性では男性の方が2倍近く自殺者数がいます。で、このね、コロナ禍になってから増えた自殺者数は、どちらかというとね、女性の方がピョンって上がってますね。へえ。まあ、こんな知識もね、置いとくといいかなと思います。なので、コロナの影響で残念ながら増えてしまいましたが、実はこれまでは減少させることに成功していたんですね。いろいろありますよね。まあ、誰しも病むことはあるから、一回ぐらい、インターネットで、なんか、自殺方法とかなんか調べちゃったことある人いると思うんですよ。そうするとさ、ポッて一番上にさ、絶対ヒットしますよね。なんか、心の相談窓口みたいな電話番号が。まあそういった取り組みをして、少しでもね、辛い思いをしてる人たちを、早まらないようにね、助けてるね。いろんな取り組みがあるんですね。へえ。ちなみに、日本の自殺の原因って、何が多いか知ってますか？
これ意外と皆さん間違えると思います。そして医療従事者をね、興味を持ってる、目指してる皆さんにはちゃんと知っててほしいことなんです。何が一番多いと思います？そうです、意外かもしれません。実は健康問題がワースト1です。おそらく多くの人が借金とかで経済問題とかブラック企業勤務問題とかをなんか想像した人いると思います。これも確かに上位にね食い込んでくるんですけど、実はダントツで多いのは健康問題なんです。要はね、病気になってしまってもう治らない病気で体に障害が残るとか、はたまた癌でやばい、もしかしたら自分は死んでしまうかもしれない、そういうショッキングな出来事があると、そのストレスに耐えきれずに死を選んでしまう人もいらっしゃるんですね。どうしてもね、その自分の病気と向かい合えずに、結果健康問題での自殺者数が一番多いと。じゃあこれを減らすにはどうしたらいいだろう。これまさに医療従事者の出番じゃないですか。健康問題の発覚なんて多くの場合病院ですよね。病院で診察をして、あなたはこういう状態です、その時に患者さんがどんな思いを抱えているか、どんなストレスと戦っているかを理解してサポートをしてあげれば減らすことはできるかもしれない。実は医療従事者の仕事ってのは患者さんと関わる機会がありますので、自殺者数を減らすこともお仕事の一つになってくるかもしれませんね。そんな視点をぜひね、持っててほしいなと。もちろんそれ以外にも経済問題、いわゆるね、生活でね、お金が足りない、家計が火の車だよとかね、借金地獄だよとかもありますし、家庭問題もあります。勤務問題もありますし、男女問題ってのはもちろんね、恋愛とかのいざこざの話であります。原因の分かってないね、原因の分からない自殺などもあるんですけれども、主にこういった理由がね、あるんだなってことをぜひ知っておいてください。また日本では、悲しい話なんですけど、10代ですね。10歳から19歳の死因のワースト1位が自殺に上がります。病気とか交通事故ではなくて、実は10代では自殺が多い。これも今ね、日本が改善しなくちゃいけない課題の一つと言われています。ちょっと今日はね、ネガティブな話が多かったんですけど、医療従事者を目指す皆さんにとっては避けては通れない話なので、しっかりと学んで自分なりの考えや意見を持っていきましょう。ではまた次の大学受験サポート医療系編の医療知識の動画でお会いしましょう。